どうもおはようございます。こんにちは。今回ですね、ちょっと新部署を見てみたいんですよ。で、一旦ですね、この子で行ってみます。で、これがね、一体何なのか僕全く知らないんで、これ何なんこれ。あれ？なんかね、全くわからない。ただの、そう、これよくぞ参られた地域を一人前の武士になりたい、もののふになりたいというその熱意見上げたものである。だが武の道は険しく遠い。これまで数知れぬ弟子を取ってきたが、厳しい修行をやり直せた者は数えるほどだ。果たしてお主にはこの修行をやり通すだけの強い意志があるかな。いずれわかるであろう。修行期間は1年、春夏秋冬の季節ごとに三度の修行、すなわち1年で12回の修行を行う。4×3 ね。はい。お主が修行を1つ行うごとにわしが評価する。評価は特級から論外までの5段階。論外がある。高い評価を得ればそれだけお主の能力はより早く成長するだろう。成長する能力は修行ごとに異なるゆえ、修行を選ぶ際に能力値に注目せよ。その修行で成長する能力の値が点滅する。修行中に体力が尽きた場合は休息で体を休めることも肝要である。最初はまず健康と突破からだ。修行の資料はこれを見て増やしていく。ほう、なるほど。なんだこれ、何これ、何や。剣豪、一旦剣豪行ってみる。じゃあ、ただ一人で多勢に立ち向かう修行、すべての修行の基本である。限られた時間の中でどれだけの敵を撃破できるか。何何これ、何だこれ。どれにする。なぎなたか槍か刀。あ、武器も決めれるんや。何にしよう。これで決める。321、はい、なぎなたでいきます。これ何なんこれ、これ何これ、どういうこと。何。制限時間は1分、可能な限り多くの敵を撃破するんだ。なんか来た。めっちゃ強っ。あ、強くね。なんか弓隊が出てきた。ちょ待てよお前。よーん、なんかすんごい敵多いんだけど、めっちゃ食らうし。いや鉄砲隊はまずい、鉄砲隊はまずい。いやちょ、鉄砲隊はまずい。なるほど。邪魔しないで。回復あるやん。回復も出るんかい。めっちゃおる敵を。なんで？いや、飛びに打っと。終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう。終わったー。
剣豪終了。どない、とりあえず死にはせんかったぞ。これでどんぐらいもらえるの？なんなんランクどれ？5段階って言ったな。特級、特級からロンガイって言ったよね。特級だけええんじゃない？一番いいんじゃない？体力上限が3、なぎなた攻撃力11、関節防御1、跳躍力3。おお、良いぞ良いぞ、特級である。欠物の予感、楽しみである。号泣が選べるようになりました。心眼が選べるようになりました。なんやこいつ、なんなんこいつ、かっこええ。お前が噂のチークか、へへへ。一人前の武者を目指して、修行に励んでるんだってな。せいぜいよろしくやってくれよ先生。俺はドッキマルだ。言うなればお前の兄弟子だ。一つよろしく頼む。せいぜい仲良くしようじゃないの。ほう。で、なになに、ほんでなに。心眼ってちょっと気になるね、これ。休息って何？心眼行く？これさ、休息もさ、なんかあれなんかな？しかもね、これね、12回しかできんやん。多分。どういうこと？ちょっと待ってよ。修行を1科目ずつ解説、特級を取ることを目標に。剣豪修行攻略って書いてあるけど、どういうことや、どういうこと。なるほどね。この全然わからん。全然わからん。これ何からやっていったらいいの？ちょっと難しいな。何もやったらいいんや。関節、もう一回剛剣語やってみる。いやちょっと待ってよ、一旦何がいいんか全然わからんのよね。心眼してみるか。いかけられる矢を弾き返す修行である。心の目をしかと見開けば飛来する矢など恐るに足らん。これも決めれるんね。はい、今回やり、どうやって弾くんこれ。もしかしてこれガードしながら四角通さないかんだったっけ。心眼を始める。矢を弾き返して、待って、いやどうやって弾くん、こういうことか。いた、ちょっと待って、慣れてないって、こんなのやったことないもん。てかこんなんできるんや、知らんかった。こういうこと？なるほど、理解した。言いたいことは分かった。なるほどな。いや、体力、時間差で放つ。いやー、むずっ。いや、むずない？いやー、これちょっとさ、いや、ちょっと待って、これめっちゃむずいな。これめっちゃむずいな。タイミングが全然わからん。慣れてなさすぎる。もう、来たと思った時にはもう押しとかんと結構きついね。論外。なんやねん、お前ふざけんなよ。わかっとるわよ、そんなこと。さや、かわいい。父はああ見えてもあなたにとても期待してるんで、私も応援してるから。あ、めっちゃムカつくんやけど。今のめっちゃムカつくのは、もう一回やってようかな。ちょっと休息しよう。
多分これで1ヶ月減るんだろう。ほら減るんよこれで。ちょ腹立つわ今の。もう一回やろう。今のめっちゃムカつく。これ刀の方がいいんじゃない。うわ今のめっちゃ腹立つわ。絶対クリアしてやろう。なんなんこれ。これ下取ってどうなるん。ええわよ、はい、次行け。任せろ。来い。は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 い。100%。あの、最後のさ、時間差むずいな。あれちょっと、和訳になる。こうナイス。え、何倒してないの1回で。これがむずいんよ。ミスった。へいへいへい、いた。いた。OK。まだあるん？まだありそうやな。乱射される矢をどうさばくか。あ、ガードもしとかないかんってことか。は？むずっ。なんで？ガードしとるやろ。いや待って、死ぬって。仕上げた、残された。待って、落ち着け落ち着け。お前らかもしれん。このゲームなんなん。これミニゲームやん。もうこれでどうなるん。これで3級なん。え、何級なんこれ。どうなったらええん。分かっとんやな、そんなこと。そんなこと分かっとんねん。ほんでなんやねん。突破してみる。限られた時間の中で敵や罠をかいくぐって速やかに目的地を目指す修行。これさ、体力ないときつない。まあ、行ってみるか一旦。いや、ちょっとね、ようわからん。これ何これ。これやってみて、ちょっと一人だけやります、とりあえず。とりあえず一人だけやって、様子をちょっと見たい。ん？どういうこと？あー、そうか。あれがないんか。やば。いや、これきついな。割れんし。いや、あのさ、これ避けれん。どうしよう。これ体力ないときつい。もう体力ないんやって。いや、これだけ休息もいるんよな。いや、なるべく全部を多分 S を取るようにしていかんと多分いかんのやもんね、これ。これ休息いるんよな。むずいって。
もう一回行こう。で、これ多分槍のがええな。槍のがええな。多分壊せるな、槍の方が。あの、扉を一発で破壊できるのも結構きつい。あ、飛ばせるんかい。飛ばせるんかい、お前ね、お前の話。ちょ、もう一回行こう、上から。たいんよね、それ。ちょいちょいやってくるけど。ああ、もう。もう、鬱陶しい。めちゃうっと。怖え。 OK 合格、突破終了。どんぐらい、いや、こういうのでやっぱ死ぬのはもう論外なんやな。論外なんだろう。一級なんや、これでも一級。うん、なるほど、馬術が選べるようになった。号泣やってみようか。次、弓使いの修行である次々に迫り来る敵を弓だけでどこまで退けられるか。どういうこと？弓だけでどれだけ敵を倒せるかってこと？あー、難しいな。遠距離攻撃だけ。なるほど。いやいや、むずいって。動くもんだった、あいつら。動くんたい。いや、見えんて。それは見え、それは見えまへんよ。わかりまへんて。全然、もっと左右左右って見ないかんのか。なるほどな。あ、でも特急や。でも特急。これで特急。ほう。ほうほう。で、馬術。馬術。馬術があります。これもどっちがいいんやろ。槍にしとく？なるほど。これで馬術か。馬術を始める。馬に乗るんだ。馬を乗る。はい。何を？何を？走路を2周する。はいはい。なるほどね。最短で行けということ？え？馬門柵を飛び越えて行け。どういうこと？飛び越えれるんこれ。飛び越えれんよね。はい。なんかある。地雷があるから注意。なるほどね。地雷ね。走路が二手に分かれる。好きな方へ進むがよい。え、こんなん絶対したやん。
お、なんか回復した。え、こんなん絶対下じゃない。そんなことない。上？上？下の方が近いと思うんやけど。次。これで出発地点に戻れます。あ、はいはいはい。これで2周制ということか。さあ2周目。任せろ。敵が来た。やばいやん。鉄砲隊やん。馬毛作が。いや、これちょっとまずいな。え？何？なんで落馬した今。なるほどな。降りたまま戦ってもダメなんか。で、俺さっき何度落ちたん？さっき自分が落ちた意味を理解してないよね。どっちでもいいけども、これまずいな。これで下から行って、こいつらうっとんよ、鉄砲隊。めっちゃ嫌い、俺。当たってないことにしよう。当たってないことにしよう。よし、1分切ったけんいいんじゃない？そんなことない。一回押したけん、一球かな。やっぱ特急目指さないかんね。特急、特急を常に目指して、で上げたいパラメーターを重点的に上げていったらちょうどいいんかな。あ、特急や、特急やわ。へえ、特急なんや。気分が優れません。飯の前に手を洗ったか。多分あの薬を持ってこい。見た目はひどく、匂いも咲いて、この世のものと思えない味だが、つべこみ言っておれに早く飲むのだ。なんとか最悪の事態を避けたようだ。なんやねんそれ、なんやねんそれ。さあ、ということでですね、3ヶ月しかないんで、ちょっと剣豪行きましょう。これで行ってみる。で、どうしよっか、どうしよっか、どうしよっか。あー、なぎなたの、あ、左にしてしまった。制限時間1分。はいはい。はとすぎる。いや、やめようぜそれ。
やり弱いな。全然倒せんねんけど。よし。うん、時間が終わった。うわ、これでもやっぱなぎなたが強いかもね。これ見る感じなぎなたの方がいいかもしれんね。どない、どないでございます。2球マジか。武闘が選べる。武闘ってなんだ、これ。なにこれ、連続攻撃の技術を磨く修行、より素早くより華麗な連続攻撃を目指すのだ。え、何にしよう、なぎなたにする。なんかなぎなたが一番強そうな気がする。俺だけかな、そんなことなかろうか。武闘を始める、どういうこと。5連撃以上で兵を補充する。ん、どういうこと、どういうこと。ん、どういうこと。ん、どういうこと、意味わからん。え、どういうこと、意味わからん。え、待って、意味わからん、意味わからん、待って待って、全然意味わからんわ。どういうこと、どういうこと。繋げたらいい。これ無理じゃない。あ、なるほどね、こういうこと。え、ん、いいのこれね。いい意味やから。絶対絶対違う気がする。もっとつなげたらもっと点数上がるとかじゃない、そんな気がするんやけど。多分違うと思うな。でも3級なんや、3級もらえるんや。分からんし、そんなこと。今のお主には不足しているものだから、そのことに気づいてるかな。はい、あなたの説明だと思います。すなわち気力、次の修行にかけて能力が2倍アップする。え、待って、そんなんさ、剣豪やろ。もうあと1ヶ月しかないんよ。任せろやい。なぎなたでいくぞ。最後の最後、剣豪で。結局ね、力が全てなんで。移動とか防御とか関係ない。もう力こそが正義。よし。来い。強は？あ、いかんね。めっちゃ強いね。めっちゃ強いね。あ、ダメだ。むずすぎる。思えば長いようで短い月、お主もよく頑張った。使いたい大名、何何、使いたい大名家を選び、豊試験に挑戦する。この1年の修行で鍛えた実力を発揮、見事試験に受かれば、お主は晴れて一人前の侍となる。しかし、え、どういうこと。しかし試験に2度はない。万が一お主が試験で失格となれば、あとはない。そのことを肝に銘じておけ。修行の成果と己の天賦を信じて存分に力を発揮するんだぞ。お主の力量は決して全ての点において優れているわけではない。今後も精進を続けるならば、必ずや天下無双の侍となろうぞ。え、なに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 、なにこれ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 、なんなんこれ。え、修行して育てたやつって誰に使えるかってこと。織田家、剣豪、奥義、武田家、突破、馬術、上杉、馬術、剣豪、徳川、心眼突破、
伊達奥義武藤本願寺新願奥義浅井家号泣新願今川家武藤号泣北条家突破剣豪え、こんなの織田家やろ剣豪奥義やろ余裕でこれ、余裕でこれやろあ2つの科目にて腕前を拝見いたす第1は剣豪、第2は奥義奥義とか俺やったことないんやけど多分100点満点で評価いたすすべての試験が終わったとき2つの試験の評価の合計点が100点を超えれば見事合格でござる100点に1点でも満たない場合は残念ながら不合格でござる試験に待ったはなし2度はなきことお剣豪なぎなたでいきます何なんこれ何これ何これどういうこと登用試験に失敗すれば後はないってどういうこと？いや出たこれか中級はんよくわからんけどいなマジで剣豪終了どないどないこれ何点これ100点になっとったらいいんかん違うんか2つで100点かさマジで40点マジっすかマジっすかこれで40点なんやへえきつ超きっついんですけど奥義ってなんすか無双奥義の意味でどこまでどういうことこんなのもあるんか。修行もあるんね知らんかったなるほどなるほどこれはえ頼むで一級来たんじゃないおいうん、うん、違う違う合格に必要な評価は100点でござる130点よしギリギリ
貴殿の儀の仕方拝見しました。この厳しき難関を見事突破された同胞として喜んでお迎えいたす合格でござる。やったやん。僕の潮吹き薙刀。え、で、なんなんこれ、どうなるのこれ。これでなんなんこれ、失敗したらどうなっとったん。あ、なるほど。あ、わかった。これでもしダメやったら落とされるってこと。え、もう一回一から作り直さないかんってことか。はあ、なるほどね。理解。ということは、これもしかして出たん？おお。なんか出とる。竜林の女侠客。え、何これ何これ。へえ、新武将の将。もうええわこれ。もうええわ、おかしくなる。もう俺おかしくなる。死んじゃう。桶狭間。いや、ちょっと待ってよ。どうしよっか。一旦やめよっか。新武将っていうのが多分こういうことなんだろうね。あの、最初の12ヶ月で、好きなというか、その、仕官するって決める、仕官したい武将の、試験に合格できるようにパラメーターをある程度上げた上で、士官に合格して、そこから、無双武将として扱えるようになるみたいです。ということでいいんかな？合っとる？この解釈。で、心配というか、その、なんていうかな、心配というか、質問というか、気になるのは、結局その、その特急 S とか、A とか論外とかっていうあの評価自体が、この通常のステータスアップに効いてくるのかどうか。で、その上げた、なんて言ったらいいかな、わかるかな、この上げたステータス、12ヶ月の間に上げたステータスで、この士官に合格した後のステータスアップの、振り幅が決まるのかとか、そこら辺がちょっと気になるところではあるけど、まあ一旦そこら辺はいっか、置いとこうか。はい、ということで一旦終わります。これでいいのかどうか。で、あの12ヶ月の修行っていうのが、あの士官に合格するためだけにしよるものなんか、その合格した後のステータスにも響いてくるんかっていうのはちょっと気になるところでは、ありますね。はい、ということでですね、今回じゃあこんな感じで終わります。新武将をとりあえず作ったということで、一人いいかな、これで終わりましょう。じゃあこんな感じで今回終わります。ありがとうございました。なんとなく分かってきました。じゃあお疲れ様でした。おやすみなさい。